樋口さん、今週も薪の話よろしくお願いします。薪？襟巻きトカゲのことですか？流行りましたね。なんでウッドキャストで襟巻きトカゲの話するんですか？その薪じゃないです。あ、ポール薪の方ですか。僕指パッチンちょっと自信あるんですよ。ポール薪じゃないです。私全然世代じゃないんでよく分かってませんけど、多分違います。すんません、間違えました。今回のウッドキャストはマキシマムザホルモン特集でしたね。リクエストお待ちしてます。アクセスはZIPFM ウェブサイトのメッセージから。ステイチューン。マキシマムザホルモン、樋口さん知ってるんですか？っていうか勝手にリクエスト募集しないでください。あとその巻きでもないです。さっきから何言ってるんですか。もうイラリーさん、そんな巻き巻きしてたらお肌に悪いですよ。巻き巻き？それどういうボケですか？え、ムカムカです。一文字も合ってないじゃないですか。まあそんな日は焚き火でもして心を落ち着かせてください。はい、巻きです。そう、これこれ。 ZIPFM Original Podcast Woodcast。 おはようございます、ヒラリーです。ウッディーラーの樋口です。 ZIPFM オリジナルポッドキャスト、ウッドキャスト。この番組は森と人の距離を近づけるプロジェクト、ウッディーラーの樋口さんといつかツリーハウスを作ってみたい私ヒラリーが、ものづくりと森づくりをつなげる自然まみれのプログラム、ぜひ最後までお付き合いください。ポール・マキさんって誰ですか？ポール・マキ、もうあれだね、ジェネレーションギャップだよね。ちょっと分かんないですね。あのもうポール・マキってもう昔ね、むちゃくちゃ流行ったんですよ、うん、はいはいはい。もう指パッチンといえばポール・マキ、ポール・マキといえば指パッチン。おお、なんか私のね、こう指パッチンのイメージはなんかちょっと前に指パッチンでギネスにこう認定されてる人しか分かんないですけど何してる人なんですか？そういうなんか競技とかそういうのじゃなくてねじゃなくて、ただのあのただのっていうか、あの、まあ、本当に有名なそのコメディアン、うん、でも違うんですよ、樋口さん。この話をしたいんじゃないんです、はい、これでなんか終わっちゃいそうなんで、これの話をしたいわけじゃないんですよはい、はい、今回のエピソードはポール・マキさん関係ありません、はい、焚き火で使う薪スペシャルパート2です。はい、はい、前回はね、薪の種類について詳しく伺いましたが、今回はまず薪選びのポイントから教えてください。うん、はい、じゃあちゃんと真面目にいきましょう。はい、お願いしますあの薪のね、あの質っていうところでいきますと、はい、質のいい薪っていうね、まずその水分量と乾燥っていうのかな、うん、これが大事なポイントになってきますね。はいはい、とにかく乾いてるっていうのが大事。あ、確かにそういうイメージがありますね、うん、濡れてる薪はやっぱり燃えないからね。うん、乾いてるっていうのが大事になってきます、はい、で、あの伐採された生木、伐採されたまんまは生木って言いますけど、うん、その状態の、ね、その中の水分量っていうのはだいたい 50% ぐらいとされていますが、結構入ってるんだ、うん、まあ、いい薪ね、良質の薪の水分量はだいたい 15% から 20% なんです。結構乾かしてる。それでもちょっと水分は入ってるんですね。まあ、あの15から20っていうのは、うん、まあ、表面からっていう感じだけど、あ、まあ、中身がまだちょっと濡れてたりするっていう風だけど、うんうんうん、でも、まあ、15から 20% っていうのだとだいたい空気中の、うん、まあ、この湿気の水分量とほとんど一緒ぐらいの感じになるんで、なるほどね、だいたいそこら辺で落ち着きますと。で、ただね、購入際にお店に並んでいる薪の水分量が何パーセントかって分かんないじゃないですか。そうですね、ね、見分けることはできませんので、もう一個あの別の特徴、乾燥で見分ける方法をちょっとご紹介します。もうパッと見もね、どれも同じように見えますけど、うん、違うんですか？はい、あの見分けるポイントは4つ。1つは軽いっていうこと、うん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 、2つ目は割った断面に細かいひびがある。細かいひびがある、うん、で、叩くとこうコンコンと高くね、こう響いて澄んだ音がしますよ、うん、はいはい、4つ目が、あと色が濃い。あ、色が濃い、うん、色が濃いっていうのは、あの薪の表面がね、うん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 、いわゆるその乾燥時間が長いと、うん、ちょっとくすんだ色になってくる。あ、へえ、切ったばっかはなんか削ったばっかみたいに、綺麗にちょっと、そうそう、ヒノキとかって真っ白けなんだけど、1年ぐらい乾燥が
ね、外でされてると、うん、こうシルバーグレーっていうかちょっと濃い色になってくるよ。あ、そうなんだ。こうなんかね、うん、こうあの私知識ない人からすると、うん、濃い方が濡れてんのかなとか思いがちですけど違うんですね。そうそう、だけどまあ見た目も乾いてる感じは、うん、多分あの、うん、どなたが見ても分かるかなっていうのを思いますね。まあ、まずこのあたりをチェックするといいと思います、うん、ただねネットで注文するってなると、うんね、残念ながらチェックはできませんの で、 で、ね、できたらあのお店行ってね実際に見て触って重さとか持ってみてチェックした方がいいですね、うんうん、はい。質が良くない薪は何が違うんですか？もう例えばなかなかこう火がつかないとか、はいはい、煙がたくさん出るとか、うん、火力が全然上がらないとか、あとは薪ストーブで使うと薪の水分が蒸発してね、ガラスがこう入り口のガラスが割れちゃったりとかストーブ変形するとかなんて、こういうデメリットもあるみたいですね。へ、確かに私あの一回キャンプした時にちょっと雨が降っちゃって、うん、こうただこう薪とかもやりたかったから頑張ってやったんだけど、うんうん、ちょっとつかないかった時あったんですよ。頑張ってやったんですけど、だから水分量が薪が太かったのかベタベタだったのか、ね、えかな。 あとはだから薪がね冷えてるとね、うん、なかなか火がつかないとか。あ、じゃあ冬とかはちょっとつきにくいんだ。 そもそももう400度ぐらいになってようやく火燃えてくから。あ、はい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 、うん、だから冬でね、うん、マイナスのとこだったら木もその温度になっちゃうから、うん、そっか、ちょっと温めないとなかなか燃えていかないよね。まあ、やっぱこう質のいい薪の方をこう選んだ方がやっぱいいですよね、うん、そうそう。じゃあこうたまにこう焚き火しててシューみたいなこう音するじゃないですか、はい、あれは何ですか？うん、あれはね、あの要は木の中に水がいっぱい入ってて、うんうんうん、でしっかり乾燥ができてない証拠なんですよね。なるほど。じゃあその木の中に入ってる水分とかこうなんかブク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 してこうシューってなったりとかしてるってこと？そう、なんちゅうのかな、木の細胞がストロー状になってるから、おうおうおう、その薪が温められると、うん、その100度中もね100度を超えてくると、うん、木の中の水分が水蒸気になって蒸発するじゃん、はいはいはい、それがこの長さをカットした方がストローのこの丸の小口っていうのかな、うんうんうん、そっからシューッとなんかあの、はいはい、圧力鍋みたいにさ、うん、なんか水が抜けたんですね。あとこう夜間とかそんな感じでピンみたいな感じですよね。そう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 、その感じその感じ、はいはいはい、あれと同じ感じなんですね。だからシュー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 言ってるのは、うん、まあ、水が多いっていう感じだね。それってもうあの火をつけた時点でそれ気づいたらもう遅いんですか？まあ、だけど温めてっちゃえばいい、うん、まあ、煙が出るとか、うん、あとはあのパチパチはずれちゃうっていうのかな、はい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 、うん、だからちょっと気をつけないといけないかなっていうのは思いますね。薪を扱う時のなんかポイントっていうのはあったんですか？うん、あのもういくつかいろいろあるんですけど、はい、例えば薪は直接地面に置かない。お、うん、冬は地面が、ね、こう濡れてることが多かったり、うんうんうん、薪をね直置きするとこう湿っちゃうですよね。そうか、確かに地面自体も湿ってますもんね、うん、ちょっとね、うん、なんで枝に引っ掛けたり布の上に置いたりして濡らさないようにしたりしましょう。枝に引っ掛けるんだ、うん、へえ、すごい。あの束になってるとこ、うんうん、こう引っ掛けてとか、あ、まあ、吊るしとく感じだよ ね、 あの使う時の話とか、はいはいはい、まあ、保管する時、うん、なるべくあの風通しのいいとこにしてやっとけば、買った後も風通しいいところをこう意識して、そう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 、極力そうした方がいいよっていうことですね、うんうん、あとは、とにかく燃やす前に薪を乾かすっていうことで、うん、あの市販されている薪も完全には乾いてない場合がありますよと。お、なんで焚き火台の周りに置いてなるべくこの最低でもね表面を乾かしてから焚き火に投入するという方がいいかと思います。なるほど、やっぱもう乾燥っていうのが一番こう大事なんですね、うん、そうですね。こう余っちゃった薪を保管するときって何か気をつけた方がいいこととかってありますか？はい、あの薪をねあのいい状態で保管するっていう条件は、うん、しっかりと乾燥させた状態で保管する、うんうんうん、もうこれに尽きるかなと思いますね。なんかこう一般の家庭とかでこう暖炉とかがないとそうあんまりそういう場所が
どこだろうっていうイメージがあるんですけど、どういうところで置いたらいいですか。まあ、寮にもよるですけど、うん、キャンプで使うぐらいだったら、うんうん、なんかまあ最悪、うん、玄関とか、あ、はい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 、あとは自分の部屋とか、あ、もう別に、まあ、車庫がある人は、ね、そういう車庫に入れておくとか。あ、なるほどね、はい、とにかく雨に濡らさないとか、うん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 、あとはあの日当たりがいいとこ、保管をしていくっていう意味では、うん、あ、日当たり良くていいんですか、うん、こう、そうそうそう、前直射日光でもいいよ、うん、あ、全然いいんだ、うん、あの日陰に置いとくっていう時はその材として使う時は、うん、直射日光に当てるとひび割れて、そうかそうかそうか、そう、乾燥が進みすぎちゃう、ね、あ、なるほどね、その適度な乾燥に持っていくんだけど、うんうんうん、直射日光だと乾燥一気に進みすぎちゃって割れちゃうから、うん、だけど巻きにするときはとにかく乾かすっていうことだから、なるほど、直射日光当てても大丈夫なわけ。うーん、はい、であとはまあそのとにかく、あとはもう一個は風通しのいいとこ、お、はいはいはい、うん、を選んであの保管するっていうことを意識するといいですね。うん、あとあの湿気の多い場所で保管しちゃうとあの虫が寄ってきてね、はいはい、あの虫が湧いちゃったりあの木が腐っちゃったりすることもあるんですね。もう腐っちゃった木はもう全然使えないんですか。いや、あの腐っても乾かせば、うんうん、その例えばそのキノコとか、うんうん、カビが生えたりするんだけど、うんうん、乾燥させればその成長っていうかね止まっちゃうもんで、あー、なるほど、うん、でそのまま薪にして火につけて、うん、っていうのはもう全然なんか人間に害があるわけじゃないから、へえ、そうなんだ、それは大丈夫、うん、大丈夫なんですね、はい。ちなみに樋口さんは薪はどうやって調達してるんですか。一応うちも薪の販売っていうのを、うん、あのアウトドアメーカーさんに、はい、ね、あの入れたりしてるんで、うん、でそこはねやっぱりちょっといいクオリティのいい薪なんで、わざわざね人工乾燥した、はい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 、その乾燥機に入れてしっかり乾燥させた広葉樹っていうのを仕入れてくるんですよ。人工乾燥と、そう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 、天然乾燥、あ、なるほど、ね、お日様の光と風でもう時間かけ て, っていうやるのと、そういうの乾燥機とかがあるんだ。へえ。それだとさらに乾くから、うん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 、要するにその大きいまま入れても煙が出にくいとか、うん、紅葉樹もすぐ火がつくとか、うんうんうん、そういう感じなんですよね。そっちの方がやっぱお値段するんだ。これは高いよ。やっぱそうだよね。それは手間かけとるもん。そうだよね、うん、だけどまあそういうものがいいかなと思って、うんうん、あの提案してやってたり、あとは他の薪で言うと、例えばなんか木工とかいろんなこうあの木を使う仕事やってるんで、うん、その時の端材をね、お、端材、うん、大きい袋に詰めてあの販売したりはうちの事務所でやってますね。そうなんですね、はい、ちょっと私もキャンプする時いい薪譲ってください。はい、どうぞどうぞ、お願いします。樋口さん、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ウッドキャスト、次回もお楽しみに。焚き火はやめられない。